皆さんこんにちは私は今コミュニケーションをどうデザインするかという研究を行っています私が取り扱っているコミュニケーションは言いづらいことのコミュニケーションです今日はなぜ私がこのような活動をしているのかどうしてこういうことをやっているのかそんなことについてお話ししますまず最初のきっかけは私がハッカソンという場で物作りに出会ったことでした 技術を学んで最新の技術でこんなことができるんだって分かった私はこれを生理用品に転用したいと思いました。なぜならば男性の皆さんにはあまりわからないかもしれないんですが生理用品は買うところから使うところそして管理をするっていうところまで全部難しいんです。 一つ一つはすごくさまつなことなんですけれども全部積み重なってしかも仕事が忙しくなったりするともうとても管理ができません。なのでここに技術の力を加えることで自動的に管理ができて便利にできるなっていうふうに思ってました。そんな私が最初にやったことはこの問題絶対全世界共通の話だよねっていうところでした。そうやって思った私は海外の事例を調べるんです。 そしたらびっくりすることが2つありました。1つ目は、いろんな国にすでに生理用品の設置設備があったことなんです。2019年の私がプロジェクトを開始した時点で、えー、日本の中では、えー、自動販売機はあったんですが、その自動販売機は1枚しか必要じゃないのに2枚、 買わなきゃいけなくて、かつその二枚もえっ、ー、と市販価格の倍の値段がしていました。しかもその生理用品は誰もお店で見たことがないような生理用品だったので、ちょっと使うのが怖いなという状態だったんです。しかもすごく困っているのに小銭がないと買えないんです。なので、えー、結局トイレから出て小銭を作ってもう一回戻るってことが必要でした。 私とってもこれ不合意で非効率だなって思ってましたさて皆さんここでこのデータを見てみてください私が過去に実証実験で取ったデータです整理用品がなくてトイレに入り整理だったということを気づいたとき皆さん整理用品を必ず調達するんですがその調達時間はなんと平均15分以上ですこの時間とても無駄だと思いませんか この時間は別に暇ななではない仕事をしていたりランチに行く時間だったり本当はその人にとって大事な時間のはずです。で振り返って海外を見るとですね海外には整理用品ディスペンサーがあったんです、まあ、確かに過去は有料でしたでも今はどん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 無償化されてきて誰でも生理になった人が自由に使うことができるそんな設備が多くの国にありました。 そして二つ目です。二つ目は、じゃあそんな海外で使われている生理用品の設置設備、いつからあったんだろう、すごくいいのに、これ、いつ考えたのって思ったわけです。で調べてみたら、これも全くびっくりする話だったんですけれども、なんと1920年代のアメリカ製が発見されました。それは今、アメリカの博物館に収納されています。1920年代といえば、 第一次世界大戦が終わったぐらいのタイミングです。このの時代にに女性のリーダーダがたたくくさんいいとととはちょっっ考えにくいと思っていますでも男性のリーダーが女性が働きに出たり学びに行ったりするときに生理があって困ることがあるだろうと配慮されたものだと思ってとても感銘を受けました。さあ皆さんここで思うのはなんでそれが日本にいなかったのっていうことだと思います。でもちちょっとお待ちください えー、皆さんにお伝えしたいことがもう一つあります今さっき男性のリーダーでもこれを考えることができたっていうのが一つのキーだと思っています私の活動ですごく支えになっている一冊の本がありますそれは日本で初めて製料品を作った会社の課長の話ですその課長は ももとと生理用品なんて携わるつもりはさらさらなかったんですが社社長ののの命令でで新会社の生理用品のメーカーカ設立に携わるんですねで。彼はその仕事をしながら女性たちが今どのように生理をに対処しているのかそしてその彼が調べた結果女性の生理の対処はゴムみたいなふんどしみたいなのをつけて出し面を股に挟むっていう結構もうひどいものでそれにとても胸を痛めていました。 そして彼は言うんですオフィスは銀座にありました銀座の街を活歩します銀座には美しく化粧して素敵な装いした方がたくさんいますでも彼女らが外見はそんなに聞かざりながらも自分のプライベートな部分がとても粗雑に扱っているそれがとても惨めだというふうに言っていましたでもそれが女性たちの責任とは言えないとも言っていました それは長い間生理の社会的地位がとても低かったからなのだと私はこの本とても衝撃的だしたそれまでは男性って生理がないから分からないよねって思ってたんです分かってくれなくてもしょうがないよねって思ってたんですがその本の中に分かっている人がいたんです。 ということは何か分かるような形にして男性にデータを見せることができればきっとこの課長のように分かるんだなというふうに思いましたそこで私はいろんな企業に協力をいただきながら実証実験を行いますその実,最初の実証実験は都内の5社で行われたものでしたその結果がこちらです。ほとんどの方が 整理になった時きに製料品を持ってなかったら困ったという回答をしていますで、皆さんこれ悲惨なデータだと思うんじゃないかなと私は思うんですが、えー、実はこの定量的なデータでは企業は動かせなかったなっていうふうに思っています実際にこの実証実験を終えた後に製料品を設置し始める会社が現れましたその会社で何があったかっていうと実は男性の関与があったんです 女性たちが当たり前に我慢しなければいけないと思っていたこの生理のの男性たちの方がすすごくピュアな目で見れます女性がこのデータを見ながらいや本当に生理になると思ってなかったのになっちゃった時って本当大変なんだよねっていうことをポロッと口にしたその真実が男性の心を打ちます。えー、そんんなに困ってんの 生理用品がないってそんなに大変なの、え、すぐに使わなきゃいけないの。え、それだったら、置いてあげようよ。その言葉が。企業たちを動かしてきたなと思ってます。なので、私が検証した中では、大事なのはデータではないんです。コミュニケーションなんです。さて、ここで。男性も女性も、ともに関わる必要があるというお話をしました。 このの中で海外の事例をご紹介しましまょう。私が今理用品の設置において一番羨ましいないいなと思っている国がインドです。インドでは理用、えー、品をあの初めて作った男性の、えー、実話がありましてそれが映画化されてたりするんですけれどもその関係で理用品をいろんな学校とかオフィスに置こうという動きが大変活発ですで。そのニュースを検索すると、 なんとですね、生理用品のケースディスペンサーの周りを取り囲んで男性も女性もみんながおいいいいいたた。ぞっててう顔をししるんですすね。これすごくいいと思いましたそして大事なのは生理用品が置かれることも大事なんですが男性も女性もいろんな人たちがその場にいてこれがみんなに必要なものであるということ。 誰か特定の人に対しての問題ではないということそれをに市民権を与えるということが一番大切だと思いましたさてじゃあそれを私は過去に製料品ケースを作っていましたでそのケースは実は地球環境に優しい素材で作られてたんですけれどもちょっと壊れやすかったんです。 なので私は工夫としてそのケースに目をつけました目をつけることで女性たちがもうちょっとあの優しく扱ってくれるかなという,ふうに思ってたんですねで実はこのケースにはですね、えーと、中身が見えるように穴もつけましたそして取り出し口をつけましたそしたらどうですか皆さんこの顔私すごい間抜けで可愛いなって思ったんです もともとは女性がこうあの使うためにこれを作ってたわけなんですけれどもでもこの顔だったらちょっとなんか男性陣にももコメントをもらうことがありましたなんか「間抜けで可愛いね」とか「なんかあの親しみやすくていいですね」とかそういう意見でした。<laughs> で私このアイデア発明だと思ったんです。 今まで私たちはこの一人一人一対一のコミュニケーションだと生理用品の話ってとても難しいですなぜならばとてもセンシティブだからですなんですが実はこのものを挟むことによっていろんな人たちが自分の個人のエピソードとは関係なく話をすることができますそしてマヌ、ま、けな顔してるねとかこれってどういうふうに使うのとかこれがあると便利なんだよねっていうようなことを言うことができます このように言いづらい話ってありますだけど物を買いすることでこの話ができるそういうサイクルを作れることがあるんだなということに私は気がつきましたさて皆さんいかがでしょうかこういう言いにくい話他にもあると思いますでもこの対話いつまでもしなかったら100年続く可能性があります どこかでその連鎖は断ち切らなけければいけません。皆さんの身の回りでももし言いにくいなでも話した方がみんなと一緒にやっていけるなそういうことがあったら是非何かちょっと工夫をしてみてください。